はい、こんにちは、ナースケです。ということでね、今日はもう結婚式が終わって、これからなんとアメリカに行きます。新婚旅行的な感じでアメリカにこれからね行きたいと思います。10日間ぐらい実はねアメリカの予約をしておりまして、僕人生初のアメリカなのに、タイは行ったことあるけどアメリカって初めてだから、タイ人みたいって言われるんだけど、アメリカ人みたいってね言われるようにね、ちょっとアメリカに行こうかなと思ってアメリカを予約させていただきました。ありがとうございます。ということでね、アメリカ行ったらねとりあえず布団じゃねってことで、日本にいる時の体重を測っておきたいと思います。今でもちょっとね、ちょっとだけ体重乗ってるけど、はい、去年より6キロも軽いよ。74キロ、去年は80キロまで行ったからさ、海外でどのぐらい、ちょっとハンバーガーも食べる予定だしさ、ステーキも食べる予定だしさ、まあいろいろ食べる予定だから、どのぐらいアメリカって太んのってことでね、これはね最終日に発表したいと思います。とりあえずね、もういろいろ準備は進んでて、こっちはもう着替えゾーン、着替えと、まあ、サプリメント持ってたりとか、長旅になるからね、僕のお気に入りのサプリメントはいろいろ入れたりしてます。バルクスフュエルだったりとか、アシュアガンダとか、ビタパワーとかね、ここら辺はもう完全に僕のマイセット。あとはアメリカの国旗とかも一応持ちました。こうやってさ、背中でアメリカの国旗こうやってやりたいからさ、まあ日本人だけどね、でもアメリカ人に憧れもある。あとはアップルのエアタグとかもここに入れて、スーツケースがなくなったらどこにあるのかっていうのも分かるようにしておきました。もちろんね、問題はすでに発生していて、ディズニーがもしかして入れないかもしれないみたいなね、そんなっていうのをさっき発覚してちょっと落ち込んでるんだけど、まあそういうのもあっていいかなって。アメリカトラブルはやっぱりね、付き物だと僕は前提で旅行を予約したので、まあトラブルなしなわけないでしょ、ナースケが行く旅行はトラブルなしなわけないでしょってことで、トラブルありきで旅行に行きます。まあとりあえずね、航空券の出し方もまだ分かってないけど飛行機に乗れるかまだ分かんないけど、とりあえず空港に行きますってことで向かっていきます。よいしょ、閉まるかな。閉まる、余裕で閉まったんだけど、これからアメリカに行ってきます。レッツゴーアメリカ。このお家は10日間ぐらい開けますわ。ちょっとね、待っててください。10日間。じゃあね、お家バイバイ。成田空港に向かいます。早速ね、空港に着いたんだけど、第1ターミナルのはずなのにね、第2ターミナルに着いてた早速ね、ちょっとね、トラブルですが、今ね、12時ぐらいなんだけど、17時ぐらいのね、飛行機だから、全然まだまだ時間は余裕あるって感じです。ゆったり行こうかなっていう感じ。あそこにシャトルバスがあるみたいだから、そこのシャトルバスに乗ります。UA33便に乗ります。一番のミッションは飛行機に乗るっていうことだから、これを逃したら終わります。行ってしまえばなんとかなると思って、まあなんとかね、頑張って乗ります。着いた。日本人はやっぱ少ないね。俺のどこかにユナイテッド航空があるはず。見逃さず行きます。チェックインまでまだ時間があったので、やめすけどね、爆食タイム。久しぶりにね、いいものを食べたいなと思います。いいものって高いものじゃなくて、食べたいいものです。これがサムライマック、ポテト、チキンクリスプ、ただのハンバーグ、あとチョコパイだ。美味しそう。匂いがやばいわ、うん、いただいてください。いただきます、はい、ちょっとポテトから。久しぶりのポテト、うん、どうですか。いらんふら、すでにちょっと甘いものとか食べてニキビできちゃってるのに、ね、美味しそう。でもいい匂いする。あ、でもやばいね、これ。これか、やばいでしょ。美味しい。いただきます。すごいね、マジで。やばい、めっちゃ美味しい。わお、美味しい。いい食事っていうのはマックです自分はね、ちょっと脂質の低いハンバーガーを頼みました。まあ、多分アメリカ行ったらさ、結構ごっつい脂質多いと思ったから、なるべくなんかちょっと少なめの意識。もうこれ美味しいわ、サムライマック。多分さ、海外行ったら結構日本の味とは違うと思ってるから、日本のマックを知った上でアメリカのね、マックを食べます、うん、あ、マックは食べるよ。当たり前じゃん。やばい脂質を感じるんで。
美味しい。唇にマックついてる。マック？それがでももうちょっと食べたくなってる。あれも食べた？食べちゃった。いや。これ半分ぐらい食べてもう一回これ食べてこれに戻ってくればよかった。今ねステッカー探しの旅に行ってます。スーツケースが一緒だから見分けがつくようにと取られないです。一応ねオンラインでチェックインしてたからこれ後でスーツケースにつけて任せるだけで貼れるらしい。チェックインめっちゃ簡単だ。なんとかこのねステッカー、まあ、ステッカー売ってるとこ少なくて、まあ、よくわかんないお店だったんだけどインスタフォローしたらこれくれるって言ってフォローしました。甘いキャンドファンタシーって僕の名前が入ってます。どうぞ。どうですか。見つけられました。AF ガジュガジュマル。うちにさあったけどもガジュマルのガジュってことで、わけわかんないバイタマンみたいなのがありました。よし、荷物も持ってね、これから飛行機に乗ります。もうね16時半ぐらいだからあと30分後ぐらいに多分乗れんのかなって感じ。かなり余裕持って行動。いいね、今のところミスはない。無事ね、入国審査かな、あれ違うか、出国審査終わりました。税金フリーのお店通ってきて、ここからもう、ね、飛行機に乗ります。10時間ぐらいのフライト、めっちゃ長いけど鬼滅のね、遊郭編全部入れました。はい、ということで遊郭全部見たらもう着きます。今まであっという間のフライトかなって思うけど機内食も楽しみ。 I know とか言ってたらさ、俺もさ Yes yes understand とか言いそうになっちゃう。見せつけたくなっちゃうよね、この覚えたての英語を。スーツケースがどっかに行った。搭乗成功しました。いやー10時間フライト、これ初めてだよこんな飛行機乗るの。緊張しちゃうよ。よしよしよし、 Thank you so much. アメリカ着いたぞ、アメリカに多分着いたぞ。時差ボケしてるのかわかんないけど17時間くらいで時間が違うらしいよ。もう着いたよ。今ね入国審査っていうのかな、あなたの目的は何ですかみたいに聞かれて、いやー This trip is honeymoon みたいなね、そんな会話してました。リング見せてとかってコングラチュレーションって言ってくれました。優しかったですね。でこれでねバッグが今買っていくんだけど、あればもう完璧、バッグなかったら最悪。無事ね、ありました。ゲッチゲッチ、これでもう完璧、アメリカへのね到着ミッションまでクリアしました。よし、プロテイン飲むぞ、筋肉を回復させるぞ。空港からホテルまでねウーバーで移動します。でも結構高そう、2万円ちょっとぐらいしますね。高い、よくわからないけどバスに乗りました。なんかね、ここからだとねタクシーに乗れないらしいから一旦バスに乗って、なんかちょっとよくわかんないんだけど、よくわかんないけどバスに乗りました。以上です。なんとかタクシー乗り場らしきところに着きました。とりあえずタクシーも、ね、配車できたっぽいので、とりあえずタクシー待ちです。はぁ、早くね一旦ホテルにね着きたい欲がちょっと怖いからさ、まだ新しい土地っていうことで。無事タクシー乗りました。緊張してるよ、やばいよ。あ、着いた。え、あ、フォンナンバー。とりあえず無事ねホテルでもチェックインできたんで1食目食べたいと思います。まだねチートデイ続いてますから、食べるのはなんといってもアメリカのあれ。待って、ハンバーガー頼むだけこんなでっかいの来たんです。ただのハンバーガー来ると思って。いただきます。こんなでっかいピクルス、やばいね。おいしい。でっか、でけえ、なんじゃこりゃ。ってことでね、ハンバーガー食べ終わってもう腹いっぱいでね、ゆっくりゆっくり帰ってます。推定カロリー3000キロカロリーぐらいあるんじゃないかっていうぐらいレベルのハンバーガーとポテトできたからびっくりしましたね。今日はヨメスケのチートデーでもあったんで、明日から節制していこうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね。